アウダーチェはイタリア海軍の駆逐艦、後に水雷艇、防空護衛艦。アウダーチェとはイタリア語で勇敢な、勇敢な人を意味する。イギリスグラスゴーのヤーロー社へ日本海軍の第36号駆逐艦として発注された。1914年9月12日、第36号駆逐艦を航風と命名。12月6日、官邸類別等級表に搭載。 1915年1月29日、偽装員事務所を海軍商工内に開設。7月16日、偽装員事務所を横須賀海兵団内に移転。9月10日、横須賀海兵団内で偽装員事務所の残務を開始。18日、残務を終了し、偽装員事務所を閉鎖した。当時としては、新型の機関であったディーゼルエンジンを搭載する予定であったが、 第一次世界大戦の影響によりタービンエンジンと連結するドイツフルカン車の減速装置が入手できなくなりタービンエンジンのみの搭載となったそのため日本海軍にとって価値が減じた一方駆逐艦が不足していたイタリアは交付取得を日本側と交渉し1916年7月3日に合意に達した2日後イタリア海軍は イントリピードと命名したが、9月25日にアウダーチェに改名された。日本側では、1916年8月7日に、命名と官邸類別等級表への搭載がそれぞれ取り消された。9月27日浸水。1917年3月1日に竣工した。第一次世界大戦中はアドリア海で活動した。1929年9月1日。 水雷艇に類別変更。1937年には、標的艦となっていたサンジョルジョ級寿命艦、サンマルコを無線操縦するための遠隔操作装置を装備。1940年、護衛任務用に再武装されたが、手法は 102mm 砲3門となった。1943年、102mm 砲1つと2ポンド、機銃2つが5連装の 20mm 機銃1機に、 完走された。1940年から1943年まで、主にアドリア海で護衛任務に従事した。イタリアと連合国との休戦及びドイツのアクセ作戦開始に伴い、アウダーチェは1943年9月9日にトリエステを離れイタリアもしくは連合国の支配下に、ある南イタリアの港を目指したが、期間に問題が発生し、やむなく、 ベネチアへと向かった。そして、ドイツ軍のベネチア占領により9月12日に、ドイツの手に渡った。その後、ドイツ海軍で収益し、TA20 となった。ドイツ軍は、対空火器を2 0ト、mm、ル機銃連装10機に増強し、アドリア海での護衛や、機雷布設任務に投入した。TA20 は1944年3月15日に、アンコーナの南に、 3月17日から18日夜と29日には、3、ジョルジョの東に嫌いを伏せした。11月1日、ロシニ島の南で、イギリス駆逐艦、ホーイートランド、エーボンベールによって撃沈された。航空駆逐艦長見海軍管制本部偽装員、ありがとうございます。